無知者、「弱として玉音一つしないこれが戦場かと疑われるほどであるカマキリ一つ枯れ草へ滑り落ちた音すらかさりと耳につく中国の秋は深い紅葉もこの二三日が盛りの峠であろう秀吉の瞳の中までその暮れないは燃えているようだったここ 平山の陣所相対座しているのは神兵衛義高であるいつか月見をしたあの物見の松の下に腰掛けて二人は数語のうちに大事を決めていたでは言ってくれるか進んでお引き受けします聖秘は天に任して頼む人事を尽くして天命を待つ神兵衛の参るのが 最後のものもと言えましょう手前が生きて帰らなかったらもはやあとは「ん武力しかない」うなずきながら秀吉は木の根から腰を上げた勘兵衛も立ったすぐ西の谷を日踊りの高い音が渡ってゆくそこの紅葉も美しい黙々と陣屋の方へ2人は降りてゆく死というもの 愛知る人間同士の別れというようなものなどがこの静かな昼の大気に包まれた頭の中で死因と考える対象になる「勘兵<弁>衛先へ崖道を下りながら秀吉は後を振り仰いだ二度とこの山へ帰らない彼かもしれないそんな気持ちが真剣にしたので遺言を聞いておこうと思ったのである」。何か他に、 おかかから聞いておくよう向きはななったかな「ありません」「姫路城の方へは別に」「宗園殿お父上へも何ぞことずては」「ただこの度のお使いに勘兵衛が参ったよしだけをおついでのぎりお伝えをきたまわれば足りまする」「心得た」「細い崖道はまだ続く」「大気はよく住んでいるので」 敵方の三城も鮮やかに遠望される。そこへの輸送路は夏以来全て遮断したので城中の帰還は想像にあまりあるものがあるしかしさすがは満州第一の骨っぽい武将と有卒の立てこもっただけの者のはあって今なお士気は倫理修僧のごときものを示している敵も寄せての弔意策と老職の枯渇に焦って時折は 戦いを挑んでくるが秀吉は厳重に礼して彼の誘いに乗るなと固く部下の盲導を戒め封鎖の手を緩めなかったまた外部の情報が城内へ伝わらないためにも細密な注意を払った荒木村重以下機内の将が信長を離反したりこの播磨においてもそれとともに同様のあることなどが 城中へ聞こえたら居が上にも牢上高線の所信を強める恐れがあるからである何しても村重の離反は一人安土を狼狽させたばかりでなく中国契略の前党も根底から危うくさせたものといえる現にこの張間においても五着の城主小寺正元が荒木村重の反旗を見るとともに中国は 侵略者の手に任せるべきでない我々は毛利家を中心に再組織して外交の敵を討つべきだという声明を発して信長を離れ一夜に敵の陣営へ去ってしまったその小寺正元は官兵衛の父黒田総延の主君である当然官兵衛にとってもまた主筋の人と言わなければならない。官兵衛は 板挟の苦境に立った信長秀吉に対してまた父と出自の人に対してこの苦衷を抱いて彼は今出雲へ進んで使いしようというのかただ彼としては秀吉こそ自分の胸を知ってくれるものとしてなお一同の明るさは心に失っていなかった日頃強胆を持って鳴らしてきた男だけに強胆を持って自負している。 荒木村重はそうした人物であった細かい神経とか鋭角な時代認識とかそんなものは至極彼とは縁が遠い年は不悪ようやく人間の熟成に近い四十みであるが十年前の彼も今の彼もその豪期にかけては依然変化ないように自然に備わってくるはずの資料とか 教養とかいう人間的な一面の方も一家な育ちもしなければ光沢も加えてこない要するにいくら城持ちとなっても眷属や家臣が増えてきても彼は依然たる猛将の域から一歩も出ていないところがあった信長が彼も中国短大の副将として秀吉につけたのは秀吉に乏しいものを付与してやったとも言えるのであるけれど 彼自自身は決してて分で考えてみた「ことはない。こうやるべきだそうしては戦にならん」などと副将の資格を持って大いに暴議を論じたことは言うまでもないそして自己の意見が傭兵作戦の上で秀吉にも信忠にも採用された試しはなかった面白くないやつだ秀吉に対して彼がこう感じたことは二度や三度ではない。 しかるに彼自身が不甲斐なく思うことには秀吉の顔を見るとその反感が出せなくなるのである「あいつは俺をごまかすことに妙を得ておるあれは苦手じゃよ」時々鬱憤を漏らしながら自分の家臣にもよく交渉してみせることがあるいくら腹が立っても怒れない相手というものは世の中に往々存在する。 村重にとってまさに筑前という男はそんなふうに考えられた光月城を攻めた時なども村重は前線にありながら一方の山に陣したきり戦機が熟してきても秀吉から命令があっても教守して戦わなかったことなどもある「何であの時打って出なかったか!と」と後で秀吉から咎められても持ち前の豪気な態度を持って 気が乗らない戦には手が出せん」と言い放ってひるむ色もなかったというその時は秀吉が大口開いて笑ったので彼も付き合いのように苦笑して事は済んでしまったが陣中の書生にはもとより風評甚だよろしくなかった光秀などは大いにその底を非難したということであった「明智連れが何を」と 村重も陰で光秀を口汚く罵った一体以前から彼は明智光秀とか細川藤隆という文化人的な匂いのある武将をひどく蔑視していた「文弱者が」と二口目には口癖に言う彼らが陣中でもよくレンガの回をしたりサジを催したりする風を密かに忌み嫌っている感情から発知る者らしい。 けれどただその村重も心の中で感心していることは筑前守秀吉がまだかつて一度でも自分のことを主君の信長へも信忠へも告げ口などしたらしい様子も見えないことだった。秀吉が武将にかけてははるかに自分より育児のない人間だとは心の内で下目に見ていながらなおかつ彼を苦手なやつとしているのは そういういところに一面心ならずも敬服しているからであったところが彼のこういう在陣中の態度を明らかに見ていたのは味方よりも敵方の毛利であった「摂津の神村重には何か不平があるらしいあれを解けば願える可能性が必ずある毛利の密使や大阪本願寺の密客が あらゆる敵の目をくぐって彼の陣中にまた国元の痛み城へしきりと往来しだしたのは決して招かざるの客ではなく彼の心が敵方に反映しその行動が不言のうちに招いたものだった「知者は知恵に溺れる」というしかし「死望の立ち」でない者が知をもてあそぶ場合はもっと危険な「ひいたずら」とあること 言うまでもない伊丹城の老職たちは主人の荒木村重に対して「そのような冒険は」と正否のほどをおぼつかながって幾度勇めたか知れなかっただが村重は「あをおえ毛利家からも格のごとく聖書までよこしてある」と言って聞き入れない一遍の条約文というものをそれほどまで絶対に信じていながら。 彼はたちまち主君の信長に向かって範囲を明らかにしたのであった「君心のちぎりすら兵理のごとく捨て去る人間もいる乱世に昨日まで敵であった毛利の一生子がどれほど文字通りに約束を履行するかそこまでは考えても見ずまたそんな大きな矛盾をすら矛盾とも感じないできる村重であった。秀吉が、 信長に彼は愛すべき馬鹿者ですお怒りになるには足らん正直者でもござる」と言ったのはけだしあの際信長をなだめるには最善な言葉だったかもしれないのであるけれど信長にとって決してそう軽視していられないことには何しても彼は強いその豪遊と彼の占めている重要な位置にあるクワウルに これが下の諸章へどう響くか心理的な影響も重大視されたために信長としては明智光秀や松井勇敢をやって異伏してみたりそのほか百歩を手を尽くしてみたが結局村重としては一度敵対を示した以上羽化と還元に乗って安土の飯におうちなどしたらその場で視察されるか東国と決まっている」となおなお、 尊を不幸するばかりでその間に帰って戦備を増強していた「この上は」とついに荒木退治を宣言して信長自身兵を率いて山崎まで出馬したのが十一月九日の頃だった安土の大軍は三手に分かれた一手は滝川一増明智光秀丹羽五郎左衛門などの諸部隊をもって編成され これは茨城町の中川瀬兵衛清秀を取り囲むまた一手は不破前田さっさ金森などの書体が結び合って高槻の高山右近を包囲するそして信長の本塁は天の山に置かれたこう壮観な婦人を展開しながら彼はなお血ぬらずして半軍を下すことに一縷の望みをつないでいたその望みは 張間へ帰った秀吉の上につながっている秀吉から陣中へ「なお一策あり」と言ってきているのであるその言葉の裏には秀吉が村重の武勇を惜しんでまた日頃の友情からも「なおしばしお待ちあるように」と信長へ懇願している気持ちも十分包まれていた。彼が片腕と頼む 被爆の日と黒田官兵衛義隆が秀吉の胸を受けて一夜平井山の陣地から骨つ然とどこかへ去ったのは実にこういう機運の切迫している時だったのである官兵衛義隆はあの次の日父宗園の出自にあたる御尺の城主小寺政元のところへ急ぎやがて政元に目通りしていた。摂津の 荒木殿と組みして東条もまた織田家に背き毛利方へ随人せりとの噂が立っておりまする右は事実でしょうか単なる拠殿にございましょうか」と勘兵衛は単刀直入に行ってまずその人の服装をたたいてみた薄笑いを浮かべながら政元は聞いていた「年から見れば自分の息子のような勘兵衛だし身分から言っても 過労のせがれに過ぎないのでそれに応えてやる彼の言葉も極めて旺盛でまた露骨だった「いや憐れむべき人間を俺は村重に見る俺を獄中に監禁してどうするつもりか何の甲斐があると信じるのか彼のち望の程度はこれでわかる少子少子」少子「真ん中とおぼしきところへ彼はあぐらを組んでみた尻が冷たい」 脇差しは取り上げられなかったこれはありがたい気がしたこれさえあればいつでもと思う尻は凍えても気は凍えぬぞと無言に自分へ言い聞かせるこんな時は青年の頃よく頑張ってやった禅などが多少は役に立つかもしれぬそんなこともぼつぼつ考え出すいや 俺が来てよかった。次に思い出したのはこれだった「もし秀吉自身来ていたらと大難が湘南で済んだことに感謝を持ついつかしら目も半眼にともかく心をなだめていた落ち着いてみるとここへ歩いてくる間は決して沈着を失っていないつもりであったが血の騒いだ跡が軽い疲労となって感じられてくる」。 人間の意志と生態とは一つわけにはゆかないものと見える」などと悟りめいた思索にふける。と顔の横へ薄い明かりの島がさした明かりのさしてくる方へ勘兵衛は静かに目を向けた窓が開いたのである頑丈な格子の向こうに人の顔が火に揺らいでいる荒木村重と他の武者腹であった「勘兵衛寒いか?」。 聞くののである、村重の声だ。勘兵衛は瞳を澄ましていたがやがて答えた声は少しも平静を書いていなかった「いやまだ酒のぬくみがあるだがやあんともなればたまるまい」「もし黒田勘兵衛が小声死にしたと聞こえたら羽柴殿は針馬から一夜にこれへ来ておそらくは気功の首を獄門の下に合わせずには置くまい」「摂津。 お主もろくな知能のない男だの俺をとどめて何の役に立てるつもりか村重は言葉もない自分に恥じることを彼も知っているしかしやがてその正直な事故を押し殺してせせら笑った「官兵衛愚痴はよせ俺を知能なしというがその知恵なしの刑に落ちた貴様は何かそれでも中国の長領と言えるか」 悪態は無用尋常に話そうではないか。な摂貴様は俺のことをややともすると作詞だとか希望家とか閉会しているふうだが黒田官兵衛は「対策は巡らすが小作は老産よ」「言わんや友を図って事故の手柄にせんなどとは考えたこともない」「ただ汝のためを思い筑前殿の苦中を察しまた信長公を中心とし ここは我々皆一つになって速やかに闘病を仕上げることが天下を救う体系に相違ないと信じればこそだ。格のごとくすっぱだか同様身一つ引っさげてここへ出向いてきもしたのだ。わからんか筑前殿の友情が我らの真偽が。勘兵衛お前は一人で無きになっておるようだが。 当家が信長の与党になって以来どんな得をしておるか考えてみ何も得ておりはしないはいやこの際は単なる損得の問題ではございますまいでは何だ真偽の問題ですこの針馬において織田方の与党として都に隠れもない後当家が荒木村重の無本に組みし一丁にして織田方を寝返り打ったとありましては。 部門の真偽は廃れましょう「何を言う若輩が」と言わないばかりに彼が熱知れば熱知るほど政元は軽くあしらって「もともとわしが信長へ寄ったのは決して真偽に寄ったわけではない」「お前とお前の親の総圓が将来の天下はどうも信長の手になるらしい」「中央へ進出した信長へ」 今のののうちにを通じておくのは当家のためである。そう進めたゆえわしもその気になってみたまでだしかるにじゃ囲碁の信長はまことに危なげが多い例えば海上を行く大戦をこれを丘から見るときはひどく頼もしくあれに乗って時世の波を乗り切れば戦いまた戦い豪華と火の創国は なおやまずといえしごく大丈夫らしく見ゆるものじゃがさてそれに乗って運命を共に訳し一心を預けてみると安泰どころかなかなか心も許せなくなる一頭一頭ぶつかってくるたびに心もとなく船の力を疑い出すのは人情というものじゃ「そこです」と勘兵衛は思わず膝を突き進めて「ですから一度乗った以上は その船を途中で降りてはいけませんどうしていけないとてもこの激浪を渡りきれそうもない船だと見たら難破せぬうちたとえ一時の目をつぶっても未然に船を捨てて元の陸地へさして泳ぎ帰らねば命の助かる道はあるまいあさまし事故指南、一時の好転波浪におののいて すでに身を託しおる船を疑い、同線の人々を裏切って、一人慌てて海中へ逃れたりするなどする者こそ、えてして風浪のうちに溺れ死ぬものです。そして後から晴天となり、危なく見えた船は、まんまんと砲を上げて、目的の彼方に行き着いたころ、バカな男よと顧みられて、良い笑い草にされましょう。<laughs> 口ではっはっはっは。 お前にかなわんよだが事実というものはお前の雄弁以上雄弁であるぞ。はじめお前の話ではこの中国など信長が手をつければたちまち接見してしまうようなことを申しておったところが中国短大としてやってきた秀吉の手勢はわずか五六千たまたま信忠や他の将が援軍に参っても 機内や境地の後ろに不安があって長居もできぬありさまではないか増国している実情が目に見るごとく読み取れる「自分を殺せ」と言っていたのは主戦派であろうそしてこの小寺政元などはただ信長秀吉の手先に使われ平馬両前を挑発され敵国への防壁として延びつせ戦をさせられておるにすぎん。 あれほど信長に重用されていた荒木村重が一転して毛利家と通じ機内の情勢を覆したことに聴しても織田家の前途は牧されよう村重と共にわしが織田家を去ったのもそういう明白な理由からじゃまことに味気なき御意を伺いました今にご後悔なされましょうお前は若い かつてんには強かろうが世事には「のなんじゃご本意願わしゅ存じます何とぞお考えを変えてそうはゆかん村重と役を交わし騎士を明らかにして以後森利方へ着くと家中へも方向を鮮明した者をではもう一度五十行をわしを解く前に荒木村重を解いてこい摂津神村重が リハンは「思い止まろう」と言うたら「わしも思い止まるであろう」「大人と子供、この違いは理屈ではない」「中国の新人とか東大の知略とか言われる官兵衛も小寺正元というものには是非にかかわらず初めから頭の上がらない相手だったといえる要するにあしらわれているしかなかった」「重ねて政元は言うともあれ これを携えて痛みへ参れそうしてすぐ返事を聞かせ摂津の神の所存をなお確かめた上さらにわしも名刀しよう。ダクスに一章をもってした政元から荒木村重へ宛てた手紙である勘兵衛は彼の書面を懐に伊丹へ急いだ事態は迫っている彼一人の行動は当然大きな結集を待つ事故の動きが そのののまま大ききく世の動きとなるのだそう感じる時勘兵衛の盛んな地は一心の危険など顧みている間もなかったのである伊丹の城へ近づくや至る所に野の窪水のほとりで塹壕を掘ったり山をゆったりしている兵に出会うしかも彼は単身どんな槍伏間の中をも大手を振って「わしは姫路の黒田勘兵衛だ」だ。 節のに会いに参る。織田殿の味方でもなし荒木の味方としてでもない下級内断の儀あって一個の勘兵衛としてまかり通るものであるそう言って押し通ったいくつかの尋問を過ぎやがて半との本拠たる城門もそれで通った村重はすぐ会った会った時勘兵衛がすぐ読み取った相手方の印象は存外強気でもなさそうな。 とと思ったことだったたこだ事実村重の顔色は優れていなかったこんな元気でまた自信のないことでどうして織田信長ともあろう時代の建物と好んで事を構えたのか強いてその人から離れたのみか敵に回して戦う気などを起こしたものか勘兵衛にはまず疑われた「いやあしばらくだったな。 漫然と村重から言うそれさえ世辞に聞こえるほどこびた態度がどこやらにある猛将村重のこんな態度に彼はいよいよまだ村重の心中には多分な迷いがあるものと推察した「お元気かその後も」とまず官兵衛も無難なところを答えておいてニヤニヤと彼の様子を凝視していた。 村重は生来の正直さがこんな場合にも包み切れず官兵衛の目でなで回されている間にひどく周知して顔をも赤目太陽にムズムズしていた時に何を出参られたかいやお噂を聞いたのでなうんそれがしが旗上の儀かえらいことをやられたな世間は何と言っておる ヒヒぜぜかまちまちだろうよくも悪しくも戦ったあとの沙汰だいや人間の票は死後でなければ定まらん死後のこともお考えになることがあるかそれはあるあるとしたら今度の思い立ちは聞こうとして取り返しのつかぬことをされたものだなぜ大恩ある御主君に対して弓を引いたとの悪名は百瀬まで消え去るまい。 村重は黙っってしまった。米紙が太くなるほどそれに対しての感情は抱いているが利を持って爆す彩弁は持ち合わせていないやはり正直者とも言える部類の一人に違いなかった御守の支度が整いましたがとそこへ家臣が告げてきた村重は救われたように「あそうか」と客より先に立った。 吉高、奥へれ、何はともあれ久しぶりだ一根参らそう」と誘った村重としては余裕を示したつもりであろう本丸の奥に主演を設けて大いに勘兵衛をもてなした主観となるとおのずから理屈は封じられる村重の顔色もだいぶほどけたところでまた勘兵衛は「どうだ説。 この辺りでよいほどにしておかれてはとそろそろ問題へ触れていった「よいほどに」とはつまらぬ強がりを俺は何も強がるためにこんな大事を覚悟したのではないそれはそうだろうしかしどうあろうと世兵は気候の戦に名分などは認めぬ反逆と言おういいのかそれでもまあ飲め俺は 俺をごまかせぬ。せっかくだが今日の御守は苦い友のために俺は心から惜しむのだ羽柴筑前に頼まれてきたなもちろんだ羽柴殿にしても心痛はかたでない片腕をなくしたように嘆いておられるしかもあのお人は誰が貴公を何と言おうと気功を絶対にかばっている惜しむべき人間だ武勇一徹とは彼のこと 彼を謝らしてはいならぬと明け暮れ友情を忘れかねておられる。この官兵衛としてもじっとそれをよそめにしてはおらないんではないか礼を言う村重はやや酔いを覚ましやや心底を吐いていった実は筑前からも再三書状をもってわしをいさめてきておる彼の遊戯には動かされるだが先に 信長公の使いとして明智光秀丹羽長秀松井勇敢などがこもごもやって参ったが皆はっきりと拒絶したで今更筑前の言葉にも従えぬ「いやそんなことはあるまい筑前殿にお任せあれば信長公へのお取りなしはいかようにもからわれようお自身の公にあえても」と言っておられるからそうでない。 と面作って明智佐久間などの戸は村重が背いたと聞くからに手をたたいて喜んだというわけで十兵衛光秀は異武の使いとしてこれへ参り俺には眉間を持って慰めていたが軍前へ戻ったらどう覆明しておるやら知れぬ羽化と城を開いて信長公の失下帰ったが最後この襟紙つかまれて 首を打てと左右へ命じられるそれだけなもの老心家中の若手皆復帰には同心せぬかくなる上はあくまで戦うにしかずとなっておる今だもう村重の一存だけではどうにもならん針り前へ立ち返ったらくれぐれも筑前へ足を思うてくれるなと伝えてくれ急には切腹できそうもない勘兵衛はまず 根気と粘りを然に命じた。そして数根の後「そうそう」と忘れていたかのように小寺政元の手紙を取り出して村重に渡した「書面の内容は官兵衛も一読している悲風ではないからである」「簡単だが村重の虚に対して政元の立場から切に戒めたものであった」村重は、 灯火をよせてそれを開いていたが読み終わるとともに「ちょっと中座するぞ」と断って奥へ隠れてしまった入れ違いにそこの口や書院窓や廊下先からどやどやと部屋いっぱいに入ってきたのは十数人の屈強なるつわものだったぐるりと官兵衛の周りに甲冑と刀槍の壁を作って「お立ちなさい」。

と思う途端にあまりにも手際よく村重の完成にかかっていた自分の姿が自分ながらおかしくなったものと見える「いやそうか」こう自問自答しながら彼はなお笑い顔を収めずに腰を上げたそうして今度は彼の方からこわばっている周囲の武者たちを促した「行こう」いや素直に参るしかあるまい。 神のご厚意とあれば無言のまま武者たちは官兵衛を囲んで大廊下へ流れ出した「カツカツ」と愚足の響きと十四名の足音が一つになる暗い廊下や階段をいくつも上り下りした目を塞がれたような闇も歩かせられた「この間にやる気かな」と多少身構えてもいたが そんなけぶりはなはい。何しても明かりのないところは機械と言っていいような城郭建築の複雑な道であったガラガラッとそのうちに重い車戸が開いた気がする「歩け」と命じられるまま約10歩ほどまっすぐに歩くともうそこは檻の中だったのであるドンと後ろが閉まったッ <laughs> 武器庫の下辺りかと想像される床は漁っのそしてかとも像さがる床は漁師の下辺りかといた。される床は漁師の下辺りかと想像されるとは漁師の下辺りかと想像されうでは器この下辺りかと想像される床は 足の裏にも感じられるほど節目のある熱い板敷きだ勘兵衛は紙壁に沿って悠々と歩いているおよそ室内の広さは20坪ほどかと察知られた「いや哀れむべき人間を俺は村重に見る俺を獄中に監禁してどうするつもりか何のかいがあると信じるのか彼のちぼの程度はこれでわかる少子 真ん中とおぼしきところへ彼はあぐらを組んでみた尻が冷たいしかしむしろ一つここにはないらしい脇差しは取り上げられなかったこれはありがたい気がしたこれさえあればいつでもと思う尻は凍えても気は凍えぬぞと無言に自分へ言い聞かせるこんな時は青年の頃よく頑張ってやった 善などが多少は役に立つかもしれぬそんなこともぼつぼつ考え出す「いや俺が来てよかった」次に思い出したのはこれだった「もし秀吉自身来ていたらと大難が湘南で済んだことに感謝を持ついつかしら目も半眼にともかく心をなだめていた落ち着いてみるとここへ歩いてくる間は 決してて沈着を失っっいいないつもりであったが、血の騒いだ跡が軽い疲労となって感じられてくる人間の意志と生態とは一つわけにはゆかないものと見えるなどと悟りめいた思索にふける」と顔の横へ薄い明かりの島がさした明かりのさしてくる方へ勘兵衛は静かに目を向けた窓が開いたのである頑丈な格子の向こうに 人の顔が火に揺らいでいでる。荒木村重と他の武者腹であった「勘兵衛寒いか」「聞くのである村重の声だ」「勘兵衛は瞳を澄ましていたがやがて答えた声は少しも平静を書いていなかった」「いやまだ酒のぬくみがあるだが夜んともなればたまるまい」「もし黒田勘兵衛が小声死にしたと聞こえたら」 殿は針間から一夜にこれへ来ておそらくは気行の首を獄門の下に合わせずには置くまい摂津お主もろくな知能のない男だの俺をとどめて何の役に立てるつもりか村重は言葉もない自分に恥じることを彼も知っているしかしやがてその正直な事故を押し殺してせせら笑った「勘兵衛愚痴はよせ」 俺を知能なしと言うがその知恵なしの刑に落ちた貴様は何かそれでも中国の長領と言えるか悪態は無用尋常に話そうではないかな説、貴様は俺のことをややともすると策士だとか希望かとか警戒しているふうだが黒田官兵衛は対策は巡らすが小作は老三よ言わんや友を図って 事故の手柄に線などとは考えたこともないただ汝のためを思い筑前殿の苦中を察しまた信長公を中心としここは我々皆一つになって速やかに闘業を仕上げることが天下を救う体系に相違ないと信じればこそだ格のごとくすっぱだか同様身一つ引っさげてここへ出向いてきもしたのだわからんか。 前殿の友情が我らの真偽が村重は返す言葉も知らないのであるしばらく黙っていたがやがて強いて抗弁した「友情だの道義だのと」とそれは平和な日にだけ光のある言葉ではないか今は違う戦国だ乱世だ計らねば計られ害さねば害される箸を持つ間も 切切るか切られるかかられといいう険しい世間だ。昨日の味方も今日は敵敵とあれば友であろうとこれを極に投じるもやむを得ない戦略だからなまだ殺さぬだけが慈悲と言えようなるほどそれでお主の世の中の味方も戦いに対する日頃の考え方も道義のほどもよく分かった憐れむべき時世の盲目もう口をかわすのも嫌になった 勝手に溺れて行け滅んでしまえ何盲目だとそうだいやこうなってもなお貴様に対して俺は微量ながら友情の厚みを胸から捨てきれん最後にもう一言教えてやる何か織田家の方に秘密な策略でもあるかそんな利害の問題ではない お主は惜しい男かな隠れもない武勇を天下に知られながらこの戦国によく生きる術を知らんこの乱世をもなお清め合おうとする情熱を人間として持てぬ非人間だそれでは武将たることはおろか一町人一土民にも劣ろうぞ何人間でないとそうだ獣と言ってもいい <laughs> 行かン怒れ憤れ 自分に対して聞けよ摂津の神もし人の世が道徳の美と真偽を失ったら地上は獣の地上ではないか戦いまた戦い効果と火の相国はなおやまずといえ乱れれば乱れるほど濁れば濁るほどお互い人間はこの地上を獣のものと貸し去ってはならんのだあくまで人間のものたるべく 人の心の中の神秘を守り通してゆかねばならん戦の駆け引き外交の術作そのための書生の表裏などを見て直ちに個々の道義人情までをそれのごとくで良しとするような考えを致すなればそれこそ織田殿の敵たるだけにはとどまらん全人間の敵全地上の外物だこの官兵衛義高とて 貴様がそういう人物なら見よ今にその首をねじ切ってくれるから言うだけを言って黙り込むと官兵衛の耳に喧騒が聞こえてきた極葬の外にある荒木村重を取り巻いてその旗本や側身の間にあるいは主の村重を挟んでであろうかともかくめいめいが勝手な声を出し始めているのであった。 行ってしまえとい「いうや殺してはならん」という「憎いやつ」と憤るもあるしいやいやここはとなだめ抜く声もする要するに官兵衛を引き出して「血祭りとすべし」というのと「殺してはかえってよくない」という説との間に村重は板挟みとなってそのどっちへも決断を取りかねている様子だった。が結局殺すにしても 急ぐには当たるまいというところに落ち着いたらしく村重以下がやがやと足音も遠く去っていった「割れているな」その一時から見て官兵衛はすぐ全成の空気を察した上等の旗に藩信長を明らかとしていながら未だにその屋根の下では戦うべしと息きまく者と妥協すべしという者とがことごとに 葛藤し造国しているるる実情が目に見るごとく読み取れる自分を殺せと言っていたのは主戦派であろう殺すなと争っていたのは妥協組と見て間違いはあるまいそう二つを一つ胸に持ってのべつイライラしているのが荒木村重だと言えようこういう構造に引きずられ引きずられつつ彼は信長の正式な使者も追い返し 国々の軍備も進め今また自分を投獄したものと思われる「運の末」とは彼の今に見られる姿よはあさりとは自分の運に悲しむのも忘れて官兵衛は彼の猛を通惨していた人声の去ったあと獄ののき窓は元のように閉まっていたがふと見ると何か紙幣らしいものが落ちていた官兵衛は拾っておいたが その晩は読めなかった。自分の指頭すら見えない暗闇だからである次の日朝の微光がさすと彼は早速思い出して開いてみたそれは播磨五着のお寺正元から荒木村重へ宛てた書面である「文意を見れば例のうるさい男が来てしきりとわしに思い直せと還元してやまない」ついては摂津神殿の「 心を先に正してまれと偽って追い返したいずれこの情と到着ぐらいに騎上へもまかりこそう何分最略重横な男だけにいては厄介である痛みへ参ったらその気を捉えて再び世の中に参り入れぬようご処分願いたいとある勘兵衛は驚いた書面の日付を見れば自分が政元に還元を呈して 状を去ったその日ではないか「さてはあのあとですぐこの手紙を」「呆れ顔につぶやいてさてさて世の中には知恵者が多いものだと感心した」「そうして努めて招致・小作を慎んでいる自分を指して世間はかえって最略化だという面白いものだな世の中とは天井を仰いで思わず声を発すると声は 音とかして同然と響いた面白い世の中それも毎日がここのように真っ暗では彼とてもいかんとも今日を感じようがあるまいやはり虚あり実あり色相あり空想あり怒りあり歓喜あり心あり迷いあるところこそ世の中というものであるが彼は以来幾十日もそこから隔離されていた。